能も高いです。こちらの本ですね。いかにして私は12歳年下の女性の心を盗んだのかっていう本なんですけど、女性はどうせイケメンが好きだからイケメンと付き合うんでしょっていうね話ありますよね。だけどそれはちょっと違う。確かに美形であればあるほど見栄えは良くて第一印象さ強いんだけど、美形であればあるほど、つまりアニメクロシスで言ってしまえばセバスチャン・ミカエルスってキャラクターいるんですよ。強い上に万能みたいなねスペックを持っているっていう、容姿とスペックがものすごいっていうキャラクターですけど、つまり顔はかっこよければかっこいいほどものすごいスペックを持ってないと女性はなんだよ顔だけかよみたいな風に思ってしまう。落胆がすごい。でこれはもう恋愛経験とか男性経験とかそういう人生経験が少ない若ければ若い女性ほどその傾向が強いって話で、むしろ有利なのは容姿は普通からそれ以下の男性、見た目がそれなりだから その評価に対してもちょっと甘い傾向がある。だから顔が普通の男性と顔が美形の男性と比べてしまった場合、ほぼイコール、ほぼ同じスペックっていう場合であれば普通の方が勝つよっていう話ですね。そんな意味でも自信を持つという意味でもこういう本をね読んでおくといいと思いますよ。それでは。